リンチェサです。今回はこちら、たくさんのグミの型を使って可愛いチョコレートを作っていきたいと思います。はい、すみこ暮らしのコレクションガードグミのあの型を使ってチョコ作ってみてっていうリクエストをいただいたので、せっかくだったらちょっといろんなの久々に作っちゃおうかなと思って集めてみました。すみこ暮らしもコレクションカード組のものと、あとはホームメイドクッキングのこの型で作ったらどうなるのかなっていうのを一瞬見たくて買いました。他にクレヨンしんちゃんとポケモンとちいかわサンリオがあります。では早速いろんな型開けていきたいと思います。はい、すみこ暮らしのホームメイドクッキングから開けていきましょう。本当はグミの型なんですけどね。はい、とっても可愛い型になってます。グミはグミで後で作りたいと思います。はい、今回の方はこんな感じ。おお、みんないるかな。ちょっとペンギンだけこの中いないかな。でもいろんなね、風呂敷もいるし、なんかいちごの方も可愛いし、と白クマ、とんかつ、トカゲ、あ、ペンギンはいるや。猫がいないんだ。猫がいない。そしてタピオカがいます。はい。こんな感じ。そうじゃん。猫がいるかどうか、いてほしいな。こちらの、コレクションカード組の方から開けます。はい。どうだろう。ペンギンとトカゲとタピオカ。え？ちょっと待って待って。次の方は？猫いた。猫と、とんかつと、白クマ。カードもせっかくだから見ていきましょう。こちらは？おー、かわいい。これ、ほこり？お化けの綿飴持ってますね。ちょっと怖かったけど、お化けたちと一緒に楽しく遊びました。ということで、すみこ暮らしのお話。ある夜、お化けが散歩していると、見知らぬお化けたちと出会いました。仲間だと勘違いされたお化けが連れて行かれた先は？ここはタピオカパーク？夜はお化けたちのナイトパークになっていました。みんなと一緒にお化けも働くことに。お化けに招待されたすみっこたちもドキドキナイトパークへ。お化けやモンスターになりきったり、ナイトパークを満喫。ちょっと怖かったけど、お化けたちと一緒に楽しく遊びました。これ絵がつながっていて、このね、あのワンフレーズずつぐらいでね、カードをこう並べるとお話が完成するって感じなんですよね。はい。もう一つのカードは、山！おぉ！すごいレインボーな山だ。かわいい。山、レインボー、まさに。タピオカパークカラーにペイントしてもらったそうです。かわいいです。はい。山と、ほこりね。すみっこ暮らし、こちらは前のやつかなの方です。あ、こっちの方が新しいのか。はい。あ、どっちが新しいんだろう。はい、こちらはこんなカード。お寿司でパラシュート。かわいい。と、カードを先に見ます。あ、いいね。揚げ玉たち。揚げ玉隊員。とんかつ王に仕えている。眉毛が凛々しいしっかり者。この子ですね。はい、グミは？あ、さっきも見た。あれ？これがなんかセットだったのかな？はい。これも同じだね。あ、でも味が違う感じだわ。これグレープ味で、こちらアップル味。多分この同じシリーズのやつなんですけれども、持ってるやつもあるので、ちょっとこれも一緒に作ります。続いては、ポケモンの釣り組開けてみたいと思います。はい。これは、この、ぐるぐるのところにはなるべくチョコが入んないようにして、なんとか、こう、うまく作りたいなと思って買いました。何の型かな？ランタンだ！ランタンです。はい。いやー、私の予定では、ポイキングが欲しかったんですけど。はい。
こちらはなんだ。あ、これかな。ニョロモです。かわいい。ラスト、誰かな？おー、これは毒クラゲですかね。これは全部流し入れて正解のやつかな。あ、でも、割れそう。割れそうだね。これは難しいかも。グミだからこそかも。はい、では続いてはクレヨンしんちゃんシールグミ見ていきまーす。しんちゃんのグミは、しんちゃんと、お、アクション仮面だ！やったー！シールは？ブリブリザエモン。はい。いいでしょう。はい。もう一つは？お、しんちゃんリリシーとひまわり。これも、当たり。やったね。と、シールは？アクション仮面だ！やったね！これは欲しかったやつ。嬉しい。続いてはサンリオの仲良しシール組開けてみます。これはね、ヤオコーさんでゲットしました。富士屋のお店でもね、手に入りやすいかな。はい、おー、いいねいいね。キキララとハンギョドン、ペコちゃん、ポンポンプリン、クロミちゃん、やった。いちご味の組になってます。オブラートがついてて、バッグとかに入ってないので、もうペローンって剥がれるタイプね。はい。シールは、お、マイメロちゃんです。あ、いちごーって言ってます。1月18日がお誕生日。将来の夢はお菓子屋さんになること。好きな食べ物はアーモンドパウンドケーキ。そうなんだ。だそうです。かわいい。はい。もう一つは、違う子来てくれるかな？どうかな？お！違う方で来ました。お、嬉しいなぁ。ペコちゃん、キティちゃん、マイメロちゃん、ケロケロケロピ、シナモロール、ポチャッコです。おぉ、これはナイスな組み合わせ。嬉しい。シールは、あ、クロミちゃんだ。やったね。大きくなったね。いちごの成長のところが見れます。はい、10月31日、ハロウィンのお誕生日。日記をつけることと、最近は、恋愛小説にハマってるのか。なるほどね。趣味はそんな感じらしいです。はい。好きな食べ物はらっきょう。らっきょうね、意外すぎるよね。はい、じゃあラストの方。チーカーの作っちゃおう。はい。うさぎと、ハチワレー。いいね。もう一つの方からは、モモンが来るかな、どうかな。うさぎと8割、マジかー。ちょっと待ってね、手元に型があるかを後で見てみよう。ではまずは出てきたグミをちょっと別のお皿に移して、まあ、子供にねあげちゃいます。で、型をきれいに洗って準備していきたいと思います。みんなも同じように作るときには、食べた後かね、これを外した後、きれいに洗って、よく乾かして、水気がないようにしておいてください。じゃあ、外してこう、オブラート、ほわ、あー、くっつく。こんな感じで一個ずつ、外していくのがいいか。あー、これは難しい。もう後でベリベリってやっちゃおう。しんちゃん。アクション仮面。しんちゃん。伸びるー。ポケモン。釣れるかな？これはね、型にちょっとなんか塗ってあるからね、取りやすいね。よーらぼー、うん、型
がね、もうくるんくるんしちゃう。釣れる。釣れたー。隅っこの方もかわいいよねー。では型はきれいに洗ってきまーす。型をきれいに洗ってきました。はい、チーカーの方、ちょっと他の方も見つけたので一緒に作っていきたいと思います。ではまずチョコレートを用意していきます。チーカーについてたチョコも使います。軽く手で割り入れて、まあ、これぐらいの大きさかなにします。明治のミルクチョコレートも用意しました。だいたい500ワットの電子レンジで1分ぐらい加熱すれば大丈夫だと思います。それで足りないときには10秒くらい追加して、加熱してあげてください。もしくはできる人は、湯煎で溶かした方が失敗なくできるかなと思います。やけどには注意しましょう。お湯を張ったお鍋の中に水が入らないように浮かべたりね、まあそんなにお湯の量多くなくていいので、1、2センチぐらいお湯張ったところにこれを沈めて溶けるまで待っておくっていう方法が一番心配ないかなと思います。他にチョコペンとかで作りたい人はチョコペンを出して、このままお湯の中にドボンと入れて溶けるまで待ちます。だいたい5分ぐらい放置すると大丈夫かなと思います。お箸とかで引き上げた後にちょっとこう揉んであげて、中まで溶けてるか確認してみてください。はい、では溶かしたチョコを流し入れていきます。一番溶けるのが早くて滑らかそうなのはチーカーについていたチョコレート。すごいね、サラサラサラーとしてます。チーカーのチョコ作るときも結構楽だったのでいい感じじゃないかな。どんどん流し入れていっちゃいます。うさぎに入れちゃおう。大きな型に入れるときには真ん中あたりに基本的には流し入れて、あとはちょっとねこう流れを作ってあげて、あとはトントントンで平らにしていくと結構ね綺麗に入りやすいかなと思います。はい、こちらは持ち手もついていたのでちょっとスッとやってから真ん中に入れて、さらに上にちょっとだけかぶせておきます。これで OK。ランタンとかにも入れとこうかな。流れやすいかな、どうかな。基本的にポケモンはポケモンの部分にしか入れないことにしようかなと思ってます。はい。なので、ちょっと量を調節して、流し入れてあげたら、これも、トントンで平らにします。で、あんまりトントンしすぎないで、あとは、少しだけ足りないところにはチョコレート流し入れてあげる。もうこういう感じで調節します。隅っこ暮らしの方はいっぱいあるのでちょっとこれにもお試しでどれが一番綺麗にできるかやってみます。一番上のにだけ入れちゃいます。こう高さがある方だから思ったより量入るかも。でもスプーン一杯くらいかな。しんちゃんにも入れちゃおう。スプーン一杯くらいかな。はい、富士屋の方はペコちゃんにしよう。ペコちゃんにとりあえずトロン。これはねスプーン半分でも多いかなくらいだな。3分の1くらいかな。はい、残りあとハチワレちゃんにも入れちゃいました。で少し残ったのは残しておきます。後で顔を描いたりするときに使うのに使用したいと思います。
続いては明治のミルクチョコレートを溶かしたものになります。ただ湯煎で溶かしただけなんですが、さっきのよりはもったりしてます。はい、こちら比べるときにね、わかりやすいかなということで、同じ型の中にちょっと入れたのも作ってみます。クラス3個暮らしの方、やっぱりね注ぎづらいよね。でも口どけは滑らかで食べたら絶対美味しいやつ。はい、こんな感じで広げます。はい、こちらの泣き顔のちいかわちゃんにも入れてみよう。このペロキャン系のね、軸の部分は売ってるけど、チョコ、普通のチョコでも、あ、美味しいことには変わりないけど、型が綺麗に出るかっていうのは結構疑問だったので、実験。はい。ちょんちょん。端っこまで流し入れます。さっきみたいにポンポンするだけじゃいかないときには、ちょっとこうやってね、使ってあげて、あとは埋め込めば OK。 端っこまでいったら、あとはねここは埋めやすいと思うので寄せてあげて、はい、またトントンして OK。 はい、じゃあモモンガはホワイトチョコ入れていきます。ホワイトチョコの方がちょっと緩めかな。耳のとことかも入れるようにしてあげます。ではこちらも埋め込んで、上からちょっとかぶせる。トントンして、こちらもこれで OK。 あとは温めて柔らかくなったチョコペンをいろんなところに流し入れていきます。この風にちょっと1色目を入れてから10分ぐらいね冷やして、でその後他の色を重ねると混ざりにくくうまく2色とかになるかなと予想しているので、はい、こちらは出来上がりをお楽しみに、いろいろやってみたいと思います。ナチュラルもうまくできればいいなぁ。ハニャドもブルーでいいかな。じゃあここで部分分けしたのいくつか紹介していきたいと思います。はい、クロミちゃんは真ん中のところにちょっとピンクを入れて、でそれが固まったところに紫を、なるべくこの真ん中のところに上から入れないように、端から入れてなるべくここは寄せるぐらいの感じで、はい、埋めたのがこちらになります。鼻はねどうなるかわからないけど、とりあえずポチッと入れました。プリンは、はい、帽子のところこんな風に塗ってあります。キキララちゃんは、あーちょっと顔にかかっちゃってるけどね、はい、こんな感じで塗りました。こちら中央部分にこう塗った後は、爪楊枝で塗り広げたりしてみました。あとは、少しチョコペンに余裕があるようだったら、薄く塗った部分の上にこんな風に重ねて厚みを出してあげると、他の色をこう流し入れた時にこう寄ってこないから、にじみも少なくなるかなと思っています。ということで、マイメロちゃん、キティちゃんはこんな感じで塗り入れて、ポタコは、ホワイトチョコの方を先に入れました。お洋服の部分は後から入れようかなと思ってます。ケロッピも気持ち、こんな感じで入れてみました。こんな風になってます。うまくいくといいな。アクション仮面も色分けできそうだったのでやってみました。はい、そして、ハチワレちゃんですね。口の部分と、頭の部分入れてます。はい、ちょっと固まった頃に裏を向けてチェックしてみるといいかな。でこの上に流し入れるとき、特に下の部分とかの周り、ちょっと溶けやすい感じになると思うので、
こういう時にはちょっと固まりかけたチョコレートを上から流し入れていきます。そうすると温度が低いので多分大丈夫かなという気がするんですよね。はい、なのでちょっとホワイトチョコは多めに溶かしておいて、で後から流し入れるといいかな。はい、これはもう真上から今入れました。もう冷えてる前提です。冷えてるっていうかね、もう固まりかけてる前提です。でここまで来たら、これはあんまり伸びないので爪楊枝で端っこの方まで入れていきます。で点火する。下の部分を調整してから、はい、この境目のところの高さも合わせてあげます。上に重ねるようにすると大体ここの部分から折れるってことはないと思うので、軽く重ねてあげるといいかな。はい、8割はこれで OK。 ちょっと空気が上がってきたらそこの部分潰しておきます。はい、ということで流し終わったいろいろ冷蔵庫に入れて1時間ほど冷やしていきたいと思います。はい、では冷やしてきたのたくさんこちらにあります。どんどん外していきましょう。はい、ではまずはノーマルな感じのシーパーちゃんとモモンガ、うん、大丈夫か、ちょっとかけたかな、かけちゃった、あ、まあ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 、でも大丈夫か、はい、大丈夫、許容範囲、ちょっと普通のチョコも混じったかな、な、モモンガちゃんですが、こちらもまあまあ許容範囲、はい、普通のちいかわの方についてたチョコレートはやっぱり専用なだけあって綺麗で外れやすい。なんかもうあっさり外れた感じ。はい、じゃあ棒なしで作った栗まんじゅうとちいかわ。まあこれも、まあまあ、いい感じかな。ハチュレとウサギはどうかな？あ、これも綺麗に外れた。よかった。ちょっと下の部分別になんか色分けしなくてもよかったかな。目とか描くとまた変わってくるかな。はい、続いてはちょっと頑張ったけれども微妙なひまわりちゃんとしんのすけ。なんかね、やっぱりね、肌色難しい。アクション仮面はなんかこうやって見るとうまくいったっぽく見えるけど、どうかな。あ、普通のしんちゃんよくて、あ、アクション仮面も意外と悪くない。これぐらいの色分けだったらそこまで難しくないから、これはありかも。はい、で、ニョーロモン。まあ、これはいいんじゃない？ここを後で、そーっと取れば、まあまあ悪くない感じ。ランタン。まあ、ランタンもまあ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 いいんじゃない？毒クラゲはちょっと割れそうだったから、下、っていうか上からこうね、補強のために白いのを入れたんですけど、これが果たしてどうなるか。もう全部バキっていく可能性もあるけど、どうかな？いけ！いけ！毒クラゲ！おお！やった！これはありじゃない？やっぱり多分この部分だけだと割れてたと思うから、こういう風にすればまあまあ、見れるぐらいの感じにはなるかな。じゃあ、すみっこ暮らし。はい。雑草と猫のところに、ちょっと猫が色が余らなくてあれだったんですけれども、黄色でやればよかったね。白でやっちゃったからな。あとは、でっかい型を使ったので、ちょっと厚みがあります。上から見た感じはどれも可愛くできたように思えるけど、どうかな？お、やっぱ、分厚いから抜けるかどうかが心配。あ、ちょっとあれだね。いちご味のチョコペンは、抜けが悪いかも。普通の赤いチョコペンでやった方が良さそう。いちご味ちょっと、味は最高なんだけど、見た目が微妙。悔しい。え、固まらないタイプなのかな？なんか、ね、ちょってした。
あ、そうかも。私がしくじったのかも。あ、悔しい。え、そしたらこっちもダメかも。悔しいな。え、あ、まあ、でも。フライングで落ちた。ポチャッコ、かわいい。これはいい。型としてはありだった。シナモロールと、ケロッピはいけるかな。ちゃんとマイメロちゃんは意外と綺麗に取れたよ。ほら。はい、ということはここら辺もうまくいくかな。あ、そうだ、ララの髪の毛が同じイチゴだよ。あ、かわいそうなことになってしまった。はい、ということでいくつかお顔かけたりしそうなものはチャレンジしてみたんですけれども、蛇足だったかもと思うものもちらほら。まあね、そのまま、お目目くらい描いたぐらいでなんとかなるようなキャラクターを何色かに分けて作っていくっていうのがベストかなという結論に至りました。はい、みんな参考にしてみてください。サンリオのキャラクターは意外といける感じですね。可愛くできておすすめです。クレヨンしんちゃんの方とかもちょっと面白かったので、ぜひぜひみんなチャレンジしてみてください。ポケモンやね、すみっこ暮らしの方も可愛いですね。結構深めのやつは半分ぐらいの高さまでチョコレートを入れるような気持ちで作ると作りやすいかなと思うので、ぜひぜひ挑戦してみてください。チーカーはね、もちろん可愛いですので、はい、もっとうまく作れるように目のあたりとか研究していきたいと思います。というわけで今回はグミの型を使ってキャラチョコをたくさん作ってみました。いかがだったでしょうか。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。